はい、こんにちは、はじまなです。さあ、ということで今日は前回捕まえたこちらハンターウルフフェンリル使っていきたいと思います。バズトールノワールっていうのがこれじゃない、これをゲットしました。怖いボスが登場するステージだ。あれ？いないね。君の全力をぶつけよう。ライバルがいないな。ライバルいないんだ。怖いボスが登場する。怖いボスが登場するステージだ。君の全力をぶつけよう。ライバルいなくてもまあ。このマシンに君臨するトップ3ハンターにチャレンジしよう。じゃあこれやる？怖いボスが登場するステージだ。じゃあこれやる、これ使うならじゃあこれやる、どうせなら、ね、同じ同士対決どっちが強いか決めよう。いや強いよ、絆レベル4470、カードブースト1ついて、俺のはそれがない、まだ初めてだから。さあチームポイント7、強いな。さあバトル支援カードも入れたのでバッチシ。おお、かっこいい。ちょっとおお、すごいすごい、紫同士なんだこれ、読めなかった、早くて。さあ俺の方がちょっと早いのかな、同時だと思うんだけど、バトル支援カードのおかげで俺の方が早いのかな。 OK、 もう先行取れれば勝ちですわ、俺が入力ミスさえしなければ。強い援護攻撃、強すぎじゃない今の。さあはい、呼び覚ませ、やっぱ歌はこれがこっちだ。聞かないよ、やばい、これ倒しちゃう、コンボ決めると倒しちゃうから途中で止めますわ。まあよかった、今のねコンボ決めたら倒しちゃってる、必殺技見たいから。大丈夫、援護攻撃と攻撃食らっても防御すれば大丈夫。あれ大丈夫だよな、多分防御すれば大丈夫。ギリギリでした。倒しちゃうじゃん、もうそれじゃ必殺技見れないじゃん、必殺技見れないじゃん、それじゃダメだよ、それじゃ必殺技見れないじゃん、必殺技見ましょうしっかり。ダメだよ、ほら必殺技勝利ボーナスがやっぱね最大ダメージとやっぱこれ必要。すげえ、さささん、すげえ、3、4つ。いやースーパーレアカード以上ですね、 S レアカード、スーパーレア。これもつかないからね、必殺技使わないとダメなんですよ、ちゃんと必殺技使わないと。君の持っている発掘レーダーを使うぞ、レーダーを取っちゃおう、誰かな。お、見たことないぞ俺。
バトリングフォックスシャドウだ。かっこいいね。あ、出た。これワイルドレア続々発掘ポイント出た。やらないわけにはいかないやつで、もうロングレンジバスターユニットが確定してる多分。あ、じゃあアサルトブーストユニットだ。ビーストライガーのクリムゾン、ほら2枚目、やりました。今ね、ちゃんとまるでね、これの顔が描かれてる。 OK、 カードブース強いよ。これでゼロクライジスにもっと頑張って、あ、ゼロクライジスは持ってんのか。意外とワイルドレア続々2000円ぐらい使って出たかな。ちゃんとすぐ出るんだね。繋いだらアテナあるけど、あとしょぼいんでやめます。いや、いいの見れたね。4370になりました。4340だったからね。カードブースやっぱ強いね。でもこれも強いよな、そう考えると。さあ、便利で使いましょう。ちゃんと必殺技が見たいので、もうそれなら必殺技使いたいならどうする、トップ3ハンター行く。もうどうせワイルドレア全部とかでしょ必要なの。フェンリル早いから1540でしょ。もう全部ワイルドレアで俺も行ってあげるよ。1720、ちょっと早すぎだね。これとあ、OK、いける。全部ワイルドレアいける。これにするわ。 OK。 いやー、1640か。スピードちょっと相手の方が速いかもしれないですね。これでどんだけ上がるかこれでどれぐらい上がるかです。まあ、必殺技が打てるのは間違いないと思う。相手は行動ゲージが大きく増える。あー、めっちゃ増えるの早え、つえー。 OK、 危ねー。同時5コンボだけど成功。うわ、ダメージアップ。これダメだ。早え、相手どう。いけてんじゃん。いけてんじゃんね。ダメなんかなあれじゃ。俺負けるわ。相手が速いもん。行動ゲージが増えてるし、スピードダイアップで一緒だからこれは勝てない。一緒の条件だもん。いや、コンボ決めてるのはセコいわ、強いわ。俺の方が早いでしょ今の。よし、うわ、ギリギリ。あ、負けた。必殺技打てねえ。すえすえ、マジか。負けちゃうか。あの、あれいいね。行動ゲージが大きく増える、あれ欲しいな俺も。あれありゃいけるよ多分。だいぶ違う。バトル支援カードゲーだな今のは。いや、必殺技打たないと始まらないよ。これさっきと一緒じゃない。
捕まえれてねえもん。ああ違う、必殺技打ててないもん。相手の方でも見れてないからね。まあここでそんな強くなくいけばいけるかな。もう一回必殺技打てるかな。弱いやついきます。攻撃するやつサポートゾイド。あ、ちょっと違うバトル支援カード使ってみようかな。これ使うか。相手が早いの？さっき違うじゃん。これならちょっと訳が違ってくるよ、さっきと。え、いきなり？そう、そうそうそう、そんな攻撃しない方で。いきなり？めっちゃ食らうじゃん。負けるやん、こんなん。とりあえずワイルドブラスト。俺負けちゃうよ下手したら。まあこれでワイルドブラストできるんで多分大丈夫ですけど、スピードもダイアップなんで。よし、やっぱこの差はでかいね。じゃないこれ。次必殺技でしょ。やっとだね。先制取られただけあった。倒すなよ。大丈夫、300なら倒さない。はい、大丈夫でした。やっと見れる。お待たせしました。この連打はね、成績に値するから大事だ。69。あ、まあ一緒だね。色違いってだけだから一緒だね。ハンターウルフだね。お待たせいたしました。でも勝利でございます。はい、 S プラス、あと1回やればマックスだ。これならトップ3判断にも勝てんじゃねえと思うけどね。絆レベルが上がる。さあ、ということで出てくるかな、フェンリル。だね。まあまあそんなもんですよ。スパイデー、盾なら1枚あるけど、まあやめます。ということで今日はハンターウルフフェンリルでございました。それではまた明日。